というわけで続いて2冊目ですがね、2冊目もまた小説なんですがね、今日小説だらけですけども、あと時間どんぐらいあるんだ、ああまだまだまだありますね、というわけで今日の2冊目はですね、来ました、もうこれでバカにされなくて済むシリーズね、あ来た、ちょっと待ってください、困った、あ固まった、来た、アルトゥル・シュニッツラーで夢来たんですね、はい、このシュニッツラーという人はですね、ですね、確かドイツかオーストリアの作家さんか、なんですけども、フロイトの我が師という、フロイトがもう俺の兄弟みたいな風な言い方した人ですけどね、割とその精神 の, その内面みたいなところを描くのが得意だった作家さんらしいんだけども、この今回紹介する夢来たん、スタンリー・キューブリックのね、遺作であるアイズ・ワイド・シャットって映画がありましたけども、それの原作ですね。で、最近アイズ・ワイド・シャットをやたら見たくてですね、予告編とかをやたら見てるんですよ。昔見た時によく意味わかんなかったんで、そうすると今大人になったら多分好きかなというふうに思うじゃないですか。やっぱ見直してみると、だから魅力に気づく、20年ぶり近くにね、見るといいんじゃないかと思って、近々見ようと思ってるんですが、じゃあその前にちょっと原作読んでみようと思って、今回夢来たん読んでみたんですけど、で、このですね、夢来たん、翻訳によって夢小説とか夢物語というふうな翻訳もあるんですが、タイトルが。これがですね、お話がですね、まあ、オーストリアの、多分20世紀初頭のオーストリアが舞台なんですけども、ここでですね、フリードリンという男が医者やってるんですけど、でこの男が主人公で奥さんと会話してるんですよ、なんか夜中ね、夜な夜な寝る前だかなんだか子供寝かしつけた後で、そしたらまあ割とその会話っていうのが割とこう性にまつわる会話でね、実はとそのフリードリンというのが、まあ今の奥さんと結婚する前に結構その奔放なね、その割と恋愛関係をこう結んできたっていうわけ、いろんな女性とっていう、でそしたら奥さんもそんな話していたら、あなたにずっと秘密にしていたんだけども、ちょうどこれありますね、これですけどね、タイトル、あインスタ、これ今画像映しても誰もいないからしょうがないんだけどで、その奥さんがあなたにずっと内緒にしてたんだけどもと、海をこの間デンマークに、ね、遊びに行った時かなんかに、隣の男の人がずっと私にアプローチかけてきたって言うんだよ、目くばせしたりしたりなんなりしたっていうわけで、私その彼の目線をもらった時に、この彼と今の旦那さんを捨てて、その彼と一緒にどこか逃避行してしまってもいいと思ったって言うんだよね、肉体的な関係を結んで、この人がきっと私の本当の人なんじゃないかというふうに思ってしまったみたいな話をするんだね。でそのいう告白を聞くわけだ。でフリードリンも、まあ、その時は笑い話で済んでたんだけども、友達とそのああこうちょっと夜中ね、街を歩いていたら友達に久々こう再会するわけです、ピアニストの友達で、その彼が実は言うと今日ね、夜な夜なちょっと秘密のパーティーがあるんだと、よかったらそこに来てみないかっていうふうに言うんだよ、フリードリンに対して。でフリードリンがそれ聞いて気になるから行ってみようっつって言って、その秘密のパーティーに行ってっていう、まあとこがまあ大筋のお話になっていくんですけど、でまあそのパーティーに行った後ですね、秘密のパーティーって別に大したことないのね、別に今して思えば、あの裸の姉ちゃんたちが別に乱交パーティーしてるっていうさ、別にもうこんなテーマっていうふうに思うような、もう恥ずかしいもんですよ、なんか DMM とかでよく見るやつだっていうふうに思っちゃうやつね、こう昔の人にとっちゃさ、その性とその現実みたいなものの結びつきってすごく重要なテーマだったかもしれませんがね、それこそまあフリードリンじゃねえ、シュニッツラーはそのフロイトと兄弟だっていう、フロイトがすごく評価したっていうだけあって、やっぱその性の結びつきってすごい重要なテーマだったみたいでね、でもまあ読んでて、映画見てるしそんな話だったっていうのは知ってたわけだ。でまあパーティー終わった後に、そのもうなんかすごくショックな出来事が起きてね、で奥さんに話すと、奥さんが話す前だ、フリードリンが話す前に奥さんが今夢を見たっつうんだよ。でそしたらどんな夢だっていうと、裸でなんか草原で旦那さん以外の男の人とそのセックスをしているというか、肉体的な関係を結んでる夢を見たっつうんだよ。でそうすると今の旦那さんフリードリンが向こうからやってきても一切無視するんだって。でなんか不思議な国に、いきなり場面が変わって不思議な国にいて、フリードリンが鞭に打たれてるところをその草原にいるみんなで笑って見てるっていうんだよね、奥さんたちが、みんな他のフリードリンと無関係の人たちと一緒に。で
フリドリンが奥さんのためにいろいろ喜ばせようとね、いろんな品物のこう商品、なんか宝石だとか食べ物だとか持ってくんだけど、それ奥さんが一切無視するって言うんだよ。でその後フリドリンがなんかすごい悲しそうにしてるっていう、それ悲しそうにしてるフリドリンをみんなで笑うような夢を見たっていう風な話をするわけ。そうするとフリドリンが怒っちゃう。それ聞いて、お前の本質はね、俺のことをバカにしてるんだろうっていう風に解釈するんだよ。奥さんに直接そう言わないんだけど、その後仕事してもずっとそのこと、夢の話ばっかもう頭に残っちゃうわけ。だからあの奥さんは俺とすごく相性がいいというようなふりをしているけども、本質的には俺のことを軽蔑しているんだろうっていう風に勝手に解釈していくんだよね。でバカだなって思うじゃない、それ読んでてさ、そんな解釈あるかよっていう風に思うんだけど、だから俺はこれから女と遊ぶっていう風に言うんだよ、フリードリンは。あんな女のことなんかもう忘れてやるんだってことを言うわけね。でそれからまるでね、その秘密のパーティーに行くまでの行動をなぞるような行動をまたフリードリンが しだすんだね。いろんな女性とそこでまあ遭遇したっていうことがあって秘密のパーティーに行くんですけど、で秘密のパーティーに行って もう行った会場もう一回行くんだけども、そこではもう誰もいなくて、そんなパーティーはなかったなんていうふうに言われたりをして、こうまたいろんな陰謀みたいなこともちょっと渦巻いていくんだけどもね。でもこう読んでいて、まあ、さっき言ったように生との結びつきっていうのはまあ大した話じゃねえだろうなというふうに思いつつ読んでたんですよ。でもこの小説ってね、すごくまあ全体的に言えばページ数、具体的に言うと165ページだったかな、解説入れてもそこまでなんですが、ですごいこの僕が今回読んだ池田佳代子さんっていう人が書いた夢来たっていうねタイトルになってるものだと、すごい翻訳が噛み砕いてあってさ、割とこう口語体というか、そういうこう本当にこう日常的な現代的なこう会話で書かれてるわけですよ。であるとかっていう会話で書いてないわけで、すごく読みやすくてスッて読めたんですよ。1日ぐらいで読めたんですけど、でまあ、まずそこがすごい気に入った点と、まあ、お話ねネタバレするとこれ僕の解釈です。さっきの、あらすじだっても適当なあらすじなんですけどね。そうすると、まあ、最終的にはフリードリンと奥さんってのはこう、まあ、和解するわけだもん。勝手にフリードリンの中で奥さんが違うというふうに思っていたわけね。奥さんの告白を聞いただけで、奥さん別にただ笑い話として夢でこんな話見たのよなんて話しただけなんだけども、フリードリンの中でこう勝手にね膨れ上がっていったものだったわけじゃないですか、夢の話ってのは。そうするとフリードリンがその秘密のパーティーの話をしたりすると、奥さんがこれ結構ね僕好きなんですけど、結局人間の本質みたいなものって一旦浮かんだ妄想とか夢とかっていうものでは語れないだろうってことを奥さんが言うんですよ、最終的にね。だからフリドリンは夢というものを奥さんの話から聞いて、まあ本当にその人間の本質として捉えたわけだ、全体像として。でも奥さんからすれば別にそんなのは本当に日常の些細なちょっと感情の振れ幅でしかないだろうということを言うわけね。いやこれはと思って、僕の師匠であるウーちゃんが言ったことに近いなと思ったんです、これ。ウーちゃんに昔言ったんですね、僕ね。いや今隣にいるやつぶん殴ったらどうなるだろうって想像しちゃう時があるっていう風に言ったわけね。そしたらウーちゃんが忘れもしないで言ったんですよ。いや私はねそういう想像した時はねあんま気にしないんだって言うわけ。なんでって聞いたら、いやそんなの私の本質じゃねえと思うものって言うんだよね。でああと思ったのよ。それいい話だなと思ってそれ採用してるんですね。なんか変な想像した時に、まあ、勝手になんか脳のバランスで勝手に想像しちゃってんだろうっていう風に思うようにしてる。でフロイトが確か言ったらしいんだけども、フロイトだったと思うんだ、いやフロイトじゃなかったかもしれない、夢って実際何か意味があると思ったら大きな間違いで、あんなんただの脳の羅列でしかないんだと、映像のイメージの羅列でしかないって話がしてたらしいんだ、誰かが。でそれも思い出したわけで、ああそうかと思って、だからその割とさ夢占いだとかなんとかとかって、人間あなたはこういう部分があるからあなたの本質はこうですなんて断定してくるバカがいますよね。そういうやつ蹴飛ばしてやりたくなるなと思って、で結構暗い部分もあるんですよこの小説でも、その最後最終的にあっけらかんなね意味ないわよみたいな風なことを言われると、ああまあそうだよなと思って、なんかね気持ちがすごくおおらかになるんだね、この小説読んでると。あんま細かいこと気にしてもなというふうに、まあ、僕なんかね強引なまとめ方するとそういうふうに思うわけですが、でも
あのその秘密のパーティー行ってる最中に奥さんはさっき言ったフリードリンの夢を見るわけですよね。フリードリンをこうまるで侮辱するような夢を見てしまうと。である意味もしかするとフリードリンも途中で言うんだけど、もしかしたら自分が行ったパーティー自体がもうすでに夢なんじゃないかっていうことを言うわけです。あれ現実ではなかったのではないかっていうふうに言うんだけど、これはね、これはましてや最終的にはね、全部具体的に喋っちゃうけど、その仮面パーティーにつけてた秘密のパーティーって時に仮面をつけるんですけど、その仮面がね、あのフリドリンが家に持って帰ってきてしまったみたいで、奥さんとの寝室に置いてあるっていうんでね、本当にその2人の夢は交差するような感じに捉えられることも可能だと思うんですね。これはまあ分かりやすい表現だ、これは、まあ、昔の小説だからしょうがないかもしれない。でも要は活字だけで書いてあるわけです。どっちも夢ということ、どっちも結局告白と実際に言ったことっていうのは同じ価値しかないですよね。ここで僕のこれ好きな言い方になっちゃう。だけどそういった現実と妄想の境目がなくなるっていうのはね、でこれは文学とかやっぱ表現が持ってる強みだろうなというふうに思って、やっぱ所詮さ、所詮って言い方よくないかもしれない、人から聞いた夢の話と自分が言った現実の話ってのは絶対交差できないと思うんですよね。実際の現実ではね、なかなか。でも小説とか表現の中では、映像とか絵の中ではそれがいくらでも交差可能であるっていうところはね、いやー俺こういう小説はやっぱ好きだなと。いやそれはさ、面白くないじゃないな、小説読んで現実の話だなんつって言って全部本当のことは書いてあるっていうのって別に、いや面白くないことはないんだけども、例えばこう、神の 目線を持って、例えばうーちゃんが今どう感じているかってことをうーちゃんの感情を直接活字として表現し、で僕の感情、こっちさんの感情ってものがダイレクトに表現されるっていうところにさ、面白いなって思う瞬間あるわけですよ。だからやっぱそこがさ、もし活字の中では夢だろうが現実だろうが全て同じ価値っていうのはね、まあいつも毎週話すようにもう孔子のね、胡蝶の夢の話持ち出すまでもないですね、これは本当。いやー好きだね。だから結局やっぱ今すごい興奮して喋ってるけど、実際この小説読み終わって別に大して残るもんないんですよ。なんかあんま面白い小説じゃなかったかなと思うんだけど、読みやすいってところがすごく良かったなと。で、分かりやすい翻訳で書いてあるから、多分ね、どんな人であれ、活字慣れしてる人、活字慣れないし、活字慣れに、活字慣れしてない人、多分ね、同じような情景、多分全部大体ある程度はこれ把握できる小説なんですよ。僕、シュニッツラのこういう書き方好きですね、さっき言ったように。みんな分かるように書いてあるっていうところはね、やっぱすごい買うんですよ。これ前にちょっとガラカメの話に戻るんですが、先週の話になるんだけど、呉智久さんの話ね、BS 漫画屋の話してたんですけど、でちょっと批評し合ってるの見たんだけど、先週もしかしたら喋っちゃって繰り返しになるかもしれませんがね、呉智久さんがこういう漫画だけとか表現の中の世界の嘘をついてる作品だろうと。でこれをなんで今の現代の日本の小説がやらねえんだっていうところにすごい不満感じるっていうの。単純な物語の面白さみたいなとこをなぜ追求しないで、文学ってやたらすぐめんどくせえ話しだすんだってこと言ってんですよ。でこうと思ってさ、そういう話とかするとシュニッツラもそういうね、割とこう噛み砕いてというとこの魅力ってのはあってというふうに思うと、やっぱみんなが読めるようにしてあるっていうのは、やっぱそれはそれですごく価値のあることだろうっていうふうに思ってですね、いや僕もそういうね、全員読めるっていうもの、全員聞けるとか全員魅力が分かるっていうものはやっぱり基本的には好きだなというふうに思いましたね。はい、まあですね、いろんな解釈成り立つ小説だと思います。でしかもネタバレしちゃって喋っちゃったんで、もう読むことないじゃないかっていうかもしれませんがね、まあまあ面白い小説です。なかなかちょっと気になった方ですね、すぐ読めますん でいろんな翻訳で出てますんで、読み比べしてみたりするの面白いかなというふうに思いますんでね、気になった方はぜひぜひ読んでみてください。はい、というわけで今日の2冊目はですね、アルトゥル・シュニッツラーで夢来たんでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。